気にしてやる。もう許さないぞ、お前たち。さあ、早くセルゲ。強さはよーく分かった。オラはもうやめとく。さあ行け。
買い物？気分を盛り上げていきましょう。ゆっくり選んでいいわよ。大きい買い物は気持ちがいいわよね。貴重なものだから大切にしてね。わお、あんたも相当お金持ちね。あんた太っ腹ね。さすが、お目が高い。うちの旦那もたまにはお買い物に付き合ってくれたらいいのに。うっす。じゃ、また。お父さん。勝負だ。え？あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ火は普通の人間には感じることができないんですから。まだまだ。こっちだよ。破壊してやる。全開で。そら。また上に行けぞ。めんどくさ。また上に行けぞ。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうこなくちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。まだまだ。ビル様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、分かった気するぜ。ビル様くれえ強くなっちまった。
全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それって、おしゃべりはそこまでだ。君にはわからんさ。おい、ベジータ。やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。気合い入れなさねと。うわっ、こっちだ。おめえの叩き方勉強になったぞ。さあ、次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも筒に隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ。孫悟空さん、さようなら。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立つけど、今回そうなっちまうかもしんない。選手交代だ。